気づいてないな。ほらナイス。黒刀から逃げられるか。はいどうもひたまいです。今日も今日で、はい、今回は弱者の反撃第6回かな、第6回ミホークということでやっていきます。いや最近なんかミホークめちゃめちゃやってほしいみたいなこと声を聞く、もうコメントいただくんですけど、もうやっとミホークがレベル100になったんですよね。まあ今までちょっと正直言うとミホークレベル80ぐらいだったんですけど、まあそこら辺が残念で、はい、まあ今回も弱者の解説をしていくんですけど、はい、最初エネルとミホークとクロコダイルライブなんですけど、その中でも一番弱者、圧倒的弱者エネルとクロコダイルはまだまだいける、まあしかしミホークはマジで無理ということでやっていきましょうか。まあ普通に通常攻撃は剣なので優秀、まあ若干ですけどね、最近の、まあ、このスキルが、まあ、アニメとかだとめっちゃでかいのに、もうバウンティー界だとめちゃめちゃ狭い、めちゃめちゃ小さい、もう威力のもう威力がもうあまりないスキルなんですけど、まあこれ敵を KO するとまあ、このスキル回復するんですけど、まあさほど回復してもあまり強くない、まあこの出の遅さでこの威力はあまり高くないんですよね。威力たさほど高くない、100サバではもうめちゃめちゃ無敵、このスキル100サバではもうこういう風に最強なんですけど、今ミホークが KO できる環境にあまりないのであまり強くない。もう一つのスキル、こっちはもう出が遅くて威力もさほどそこまで、まあ、高いんですけど他のキャラに比べてまああまり高くない。インフレの進んだアタッカー界だともうマジで全然高くない。はい、ということでやっていきます。レッツゴー。わーい、まだいける、まだいける、うん、強いんだけど、まあなんか和装とかのさスキルとか絶対強いじゃんこんな。もうこのなんか威力も範囲がちっちゃ。え、君白ひげの時はもっとでかかったよね。あんぐらいもうステージ1面ビヤーン行くぐらいやってほしかったんですけど、まあそれは残念。まあせめて黒ひげ、いや黒ひげの強さはもうえぐいですね。正直なんか最近ってかなんかよく聞くんですけど、いや今までだってキャラゲーだったじゃんみたいなよく聞くんですけど、いや黒ひげは正直バケモンです。はい、それ以上のバケモンです。何が違うとっていうと、まあ今までのバケモンのやつは特性は普通だったんですよね。まあスキルとか、まあ、特性は強い、まあ、ビッグマムとか強いキャラクターいっぱいいるんですけど、まあ正直言うと特性が、まあ、通常攻撃スキルが優秀なのはまあよく バケモンなんですけど、まあ最近はもうほんと特性、最近はっていうか特性、黒ひげが特性もバケモンということで、特性の方がバケモン、いや特性も両方ともバケモンということで、はい、ということがまあ、全然違いますよね。スキルも化け物だし特性も違いますし、ということで、ね、ミホークの解説じゃなくなっているということでリーグやっていきましょう。レッツラゴー。はい、ということでね、じゃあ1戦目やっていきます。ステージは魚人島ステージやっていきます。あ、ミホークなんか先ほど通常そこそこ優秀なのかなと思ったんですけど、剣いちいち戻してイライラするんですけど、なんで剣戻すか、え、なんでみんな行く、え、ミホーク、おいミホークの信頼度薄いだろ、え、マジマジマジ、あー、ごめん、任せろとか言ってこみましょうね、本当に。もうどうすればいい、こういうの。まあ遊んでおきますか。まあミホークの通常、いちいち剣戻すな、戻す時間毎回抜くんだったらさ、ずっと手出しておけばいいやん。何やってん、おっとさ、ナイス味方。黒ひげがやっぱ強いですね。黒ひげですね、マジで今の環境は。はい、えぐいですね黒ひげ。さあ行きますか。ミホークのねスキルはそこそこ優秀なんですよね。まあそこそこ、まあスキル遅いんですよね。もう一つのスキルでもね、今さ正直上位互換のスキルがいっぱい出てきてるから正直勝てないですね。ここで回避読んで、あ、ミスった。あー、やばい、炎上網でやられちゃう、これはきつい、どうしようかな。これね、炎上網で隠れてスキルもう痛い、これほら無理やねんけ。あれ、黒ひげ気づいてないの。お、ミホークなら勝てると思ってんのか。おおおお、黒ひげには黒ひげ、まさにそう。これやばい、無敵スキルやばい、これ本当にこれミホーク無理ですって。おい、ミホークとか言いつつ俺は黒ひげで、いや黒ひげじゃないな、これはミホークだな。まあ、今流星なので、まあ、黒ひげちょっと、じゃあブーストが怖かったです。ブーストが全員今回復になるより今出撃しないでミホークで攻撃力ブースト1つつけた方が絶対いいと思ったんで、僕は今出ませんでした。はい、ナイス判断です。いや全員回復ブーストだとブーストの意味がないんですよね。3人黒ひげいたんで別にそこまでブースト回復いらないかなって、超回復ブーストなんで、超なんでね、超なんでね。はい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 、おっと、どうしようか、これどういう立ち回りすればいい、これでもミホーク今活躍できる、無理じゃね、無理じゃね。いやしかしキルパクならできる、ナイス、気づいてないな。ほらはー、ナイス、キルパク、キルパックン、キルパックンしちゃったね、ひたまえさん。うん、キルパックンうまいね。おっと、これ危ない。でー、あー、やっぱね、このね、でーがね、出が遅いんですよね。そこがまあ若干厳しい。あれ、誰だ、あー、ドフィラミンゴね。お、みんなこうやって遠距離スキルで攻撃しようとしてる。でー、これ、範囲短いよね。
おお、めっちゃ狙ってるやん。やばいやばい、これ死ぬわ。ナイスナイス、ワゾーロ助けて、ワゾーロ、ワゾーロ助けてくれ。無理だこれ。いやしかし、いやナイス、いやスコアめっちゃ勝つやん。まあしかし別に試合に勝てれば別に僕はいい派なんで、あそこはワゾーロに任せていいから。今だ、こういうねいいところで降りてって。危ない危ない危ない、あ無理無理無理、くらえワゾーロ。いや強いな、ブーストが来るぞ、ブーストが来るぞ。これジャスカイして、オッケーオッケー、ジャスカイして黒ひげのやつもかかるっすよ。やばい、ごめん、あ無理だった、ごめん、あ俺のせいだ。はい、ということでね、2戦目やっていきます。2戦目もシャボン T シャツステージ。はい、黒ひげ量産してないで、黒ひげ多すぎない？っていうかさっきめちゃめちゃ大戦犯だったんですけど、味方の皆さん大変申し訳ございませんでした。いや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 、これやばくないか。でーい、あーくそー、スキル読みしたんだけどな。やばい、片栗がいる。え、ここ当たんの？もう無理じゃんこれじゃ。でーい、でーい、でーい、強いな。いやでもワゾルとかのスキルが絶対強いんだよ。あーちょっと範囲広すぎるだろこれ。もうこれ絶対一つ言っていいですか、ミホーク、あのミホークで強いからっていうのは認めません。これは本当に強くない、全体強くない。はい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 、いやでもなー、この黒ひげゲーですね。もう黒ひげ見てください、今6体いますからね、このステージに。どんだけー。あー裏取り別に相手絶対ないんで怖くないですね。おー強すぎだろこれ。しかしこれも強い、分かってたよ、俺は分かってた、すぐ来るっていうことをね。しかしこれなー、クロー、おらー強すぎだろ、マジで強い。来るんだろそろそろ。おえー、読んでたね、北前さん読んでたけど、こっちが、おお、しかし1回回復、1回大丈夫。まあ、来るタイミングが読めるんだけど読めないっていうか、くそくそ、これすぐさダウンするやん。いやこれきついな、どうしようか。マカ、おやばい、やめろ。オッケー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 、よし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 、やばい無理だ俺は、ごめん。いや強いな黒ひげ、マジで黒ひげっていうのは間違いないかもしれない。オッケーオッケー、これ信じるよ。オッケー、信じる、ナイス、信じる力が一番強い。結局クロー先打ち、先打ち強いっすよね。で無敵スキル、おーっと超回復ブーストで無敵スキル使う、おら強すぎだろこれ、マジで強い。待って今日ミホークの時間なのに、そろそろ死んどきましょうか。いや待って回復が、あーこれやべえな、やべえな、ワンパンされたべ、90レベルにワンパンされるか、ある。まあいいや、ここからはミホークでまあ無双していく、相手チームブースト来ないんでいいとこ取りをしていこうかなって。北前さんといえばキルパクじゃないですか。はい、そうですね。いやそろそろ戻ってこい、戻ってきてもいいんじゃないか。やばい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 ぞ。オッケーオッケーオッケー、ナイス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 、これ遠距離で撃つわ。こっちだろ、来るだろ、あやばい終わった、おらおら。いやいいぞ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 、これは相手はね結構、あやばいわ、くらえ遠距離、おらドゥエイドゥエイ、いいね、うわやばいやばいやばい、しかしドフィありがとう、いやミホークありがとう、ナイス。
はい、ということでね、今回の動画は終わりにするんですけど、正直言ってください、言っていいですか、もう今までのキャラで一番手応えないぐらいちょっとね残念キャラかな、アタッカーの中でもミホークは特に。はい、いつか情報修正求めますね、これは正直かわいそうです、ちょっとスキルがまあ、微妙です、微妙オブザ微妙、ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。